こんにちは、ユナイナです。このチャンネルでは仮想通貨初心者のユナイナと一緒に仮想通貨について学んでいったりトレンドな情報をお届けしていきますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今日はパンケーキスワップの IFO、 新しい IFO の形になって第3弾が出ましたということで、今回はパンケーキスワップの IFO カルマについてご紹介していきます。はい、まずですね、パンケーキスワップ開いたら IFO のページに飛びます。 IFO のページ飛ぶとこのカルマっていうページが出てきます。で、スタートが、アメリカ時間で5月27日の13時午後1時なんですけど、これ日本時間にすると5月27日木曜日の22時になってます。まあ、なので、まあ、ちょっと夜、この間の IFO は18時スタートだったので少しだけ遅いかなって感じになってます。コインリストとかよりと比べて全然早いので余裕かなって私は思ってます。はい、じゃあこのカルマってどういうものなのっていうことについてちょっと触れていきたいなと思います。はい、カルマ IFO to be hosted on Pancake Swap ってことで、カルマってものが IFO で出ましたよ。 IFO っていうのはパンケーキスワップで行われる、まあ、資金調達の一つと思ってくださいって。カルマって何ってことで、ここにいろいろ英語書いてあるんですけど、カルマっていうのは一言で言うと分散型銀行のことで、ホームページ見るとわかるんですけど、こんな感じで、ディーセントラライズドバンクで、パートナーってことでこういった形の、パートナーが入ってます。で、私知らなかったんですけど、このカルマは4月かなにエアドロが行われてたみたいです。ここに書いてあるんですけど、まあ、私は全然知らずに、まあ、そのエアドロは参加せず今回の IFO でカルマゲッチュしたいなって感じです。で、このカルマって何をするのかっていうと、ここですね、まず一つにレバレッジイールドファーミングっていうものを行います。レバレッジイールドファーミングって何かっていうと、ここに書いてあるんですけど、私たちユーザーは BNB を預けて利息を稼ぐか、銀行から BNB を借りて初期資本の最大3倍のレバレッジで利回りを稼ぐことができるみたいです。で、ここに書いてある通り BNB を提供することでユーザーは貸し手になることができます。貸し手は資本を提供することにより借り手からの収益の一定の割合を受け取り、したがって時間の結果とともに利子を獲得します。一方ユーザーは銀行から資金を借りるだけで借り手になり、他の DeFi 製品、パンケーキスワップなどで、農業からの利回りを上げることができますって書いてるんですけど、まあ、これ簡単に言うとファームってことなのかなって私は感じてるんですけど、どうでしょうか。まあ、でもこのレバレッジイールドファーミングができるよっていうことと、あと募金活動がこのカルマではできるみたいです。まずこのパンケーキスワップの IFO が始まるよっていう記事と、この下に NFT ファンドライザーかながありますって書いてあります。このカルマっていうのは NFT の募金プラットフォームっていう感じで、 USDT かなを募金として渡して、そしたらその代わりに NFT とかがもらえるんですけど、その NFT でカルマのトークンがもらえたり、あとはなんかね、普通に物がもらえるのかな、ちょっとページ変えるんですけど、これがそのカルマの NFT の、まあ、サイトになってます。で、ちょっとこれカミングスーンばっかになってしまってるんですけど、最小購入が20ドル、 1NFT で10カルマで、最大が、400ドルで、 20NFT で200カルマで、 NFT のレアリティレベルっていうものが5になってます。これちょっとね、どういうことだろう、まあレア度っていうことかな。で、報酬が1つの一般的な NFT で10カルマ、1つの、まあ、珍しい NFT、まあ、どんなのかちょっと私も分かんないんですけど、それが10カルマとカルマカスタムパーカー、まあ、パーカーかながもらえるのかな。で、3つ目1レア NFT でが、ね、
ジューカルマとカルマカスタムナイキウェアフォース107で、その次4つ目が iPhone12 で、最後に5000USD っていう、なんかここに絵があるんですけど、なんかね、どうやらその募金して、その募金した額に合わせて NFT がもらえて、その NFT がこの絵に描いてあるようなものと交換できるのかなって、ちょっと私は今のとこそう思ってます。で、ここにね、ちょっと例が書いてあるんですけど、マークは200ドルで募金イベントに参加することを検討してますと。で、まあ、参加して 10NFT をもらいました。で、これをそのカルマのプラットフォームに、を介して募金契約をしました。で、それで資金を預け入れて募金イベントが終わるのを待ちますと。で、その募金イベントが終わって、マークはこの募金活動のページに戻ってランダムに、NFT をもらえるんですね。で、もしくださいって、 NFT くださいって言って、マークは NFT をゲットしました。何かっていうと、1個は、9個の普通な一般的な NFT、 そしてもう1つが非常に稀な NFT で、これによってマークはマグナムキャンって書いてあるんですけど、110個のカルムトークンと iPhone12 をまず1つもらえる。もしくは他の誰かが自分の持っている NFT を買えるように NFT プラットフォームに売る、販売する、そしてもう1つはもらった NFT を保持するっていう、この3つのパターンができるんですね。まあ、こういったその募金をすることで NFT がもらえる、で、そのプラットフォームをこのカルマっていうものは提供してるらしいです。で、カルマってもっと調べたらもっと深いかと思うんですけど、とりあえずなんかちょっと内容的には魅力的かなって私は思うので、この IFO を参加してみようかなと思います。おさらいで言うと、この IFO はいつあるのかっていうと、5月27日木曜日の午後1時日本時間で午後の22時です。で、終わるのがその1時間後の23時になります。で、この間の IFO パンケーキスワップで行われるので、ケーキと BNB の LP トークンを27日の22時までに用意しておいてください。このやり方っていうのは前回の動画、ホットクロスの動画の時に作り方解説しているので、よかったら見てみてください。今回も新しい IFO 形式ってことで、ベーシックセールとアンリミテッドセール両方行われます。ベーシックセールの方は 100LP を組むことができるので、ぜひ 100LP を組んでやってみてください。NFT 募金活動っていうのは同じ5月27日の木曜日の午後1時日本時間で22時に行われるみたいなんですけど、ちょっとこれは私もまだ全然どういったことか分かってないので、もう少し調べてみようかなと思うんですけど、この時間になったら帰るのかな。ちょっとまた分かった情報があったら発信していくので、ぜひぜひチャンネル登録や SNS のフォローもよろしくお願いします。ということで、本当この間パンケーキスワップでホットクロスの IFO があったばかりで、あ、もう新しい IFO 来たのかってびっくりしちゃったので、まあ、とりあえず、IFO がまた始まるよっていう動画をお届けしようと急遽撮りました。私もまだまだ仮想通貨初心者です。違ったこと、間違ってることを発信してしまうかもしれませんが、その時はあったかい目でこうだよって教えてくれたら嬉しいなって思います。私もまだまだ勉強するので、これからもどうぞ一緒に頑張っていきましょう。ということで、今回の IFO カルマが始まるよという動画でした。この動画が少しでもいいなと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録、 SNS のフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。